カナダの大豆生産方法についてご存知ですか？カナダで実施している大豆の持続可能な生産方法についてご紹介します。カナダは広大な森林、きれいな空気、自然のままの川や湖などでよく知られています。カナダの大豆産業は大気、水、土壌が次世代へと続くように保護する持続可能な生産に取り組んでいます。持続可能な農業を実践することで農地を大幅に増やすことなく生産量を大幅に増加させています。1エーカーあたりの生産性を高めることによってです。1971年から2016年にかけて大豆の収量は 57% 増加しましたが、カナダの総耕作面積は 6% 減少しています。これにより3億4700万ヘクタール以上のカナダの森林を保全することができました。素晴らしい成功例です。大豆という植物自体が葉を使って二酸化炭素を取り組み、根粒から窒素を取り組むという素晴らしい自然の一部です。大豆は空気中の二酸化炭素や土壌中の窒素を取り組み、良質なタンパク質や油に変えているのです。カナダの大豆農家にとって水の保全も重要な課題の一つです。私たちは適切な肥料の供給することから始めて、適切な割合で施肥することで無駄のない高品質な作物を作ります。また適切な時期に適切な場所に栄養素も散布します。これにより植物は必要な時に必要な場所で栄養素を得ることができます。カナダの広大な国土では気候や土壌の種類も様々ですが、それぞれの農家が自分の農場で最善の方法を用いて土壌を育むことで次世代により良い環境を残しています。カナダの農家では可能であれば植え付け前に耕作地を減らしたり、全く耕さないなどすることで土壌中の炭素を封じ込めて浸食を防ぎ、水分を節約しています。これらの保全策により土壌中の炭素が封じ込められ、温室効果ガスの排出が大幅に削減されます。カナダの農家では場所に応じて土壌の質を高め、虫や病気を管理するために重要な取り組みの一つとして輪作も行っています。カナダの農家ではトウモロコシ、小麦、キャノーラ、オート麦、大麦など複数の作物を輪作しています。また土壌中の窒素を維持し、次回の作物のために土壌構造を改善するため被覆作物も行っています。収穫後はクローバー、大根、オーツ麦、ライ麦、またはその他の品種を組み合わせて植えることもあります。カナダの大豆生産では伝統的な保全方法を用いる一方で、最新の技術も取り入れています。ドローンや衛星技術を使うことで問題点を発見し、少ない投入量でより多くの作物を育てるための治療法を絞っています。また多くの農家では GPS を利用して植え付けの正確性を向上させ、作物保護製品や肥料の散布をより正確に行うことでより効率的な収穫を行っています。またこういった持続可能な取り組みにより、大豆1ブッシェルあたりに使用されるエネルギー量も削減されます。1981年から2011年にかけてカナダの大豆農家は収穫量を 32% 増加させる一方で、エネルギー使用量を 26% 削減し、大豆1粒あたりの温室効果ガス排出量を 17% 削減しています。カナダの大豆産業は持続可能性を重視しています。カナダは自然環境に恵まれており、世界でも有数の大豆生産地となっています。私たちは祖父母から受け継いだものを大切にし、孫の代まで環境を維持するために取り組んでいます。